リュソンは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、バンデ圏のコミューン。リシュリュー・スー・キ教は、バポワトゥの宗教上の中心地である、リュソン司教座で司教を務めたことがある。リュソンは、バンデ南部、マレ・ポワトバン地方と接する、グランプレーヌ地方にある、コートド・リュミエールへの玄関口にある、ケントラ・ロッシュシルヨンとは3 3トル離れている。 このかつての漁村はその名をルーチョと言った。ラテン語ではルーシャスとなり、カワカマスを意味する。この名前はコミューンの文章にも描かれている。海にほど近くで人の意志から誕生した、リュソンは常に海と密接に繋がってきた。自然の水路からできた手入れの行き届いた運河で接続されていたからである。中世、中道士たちは広大な湿地の海に向けた開拓に、 貢献した。港の存在、キリスト教の主教座が置かれ、そしてレサーブルイコールドロンと、フォントネイコールルイコールコントへ向かう道路が、リュソンで交差していた。この三つの人の動きによって、リュソンの街は発展した。19世紀初頭に改装された港は、北ヨーロッパとの貿易で発展していた。当時、バンデのプレーヌ地方で採れた小麦銀が外へ輸出される場所の一つだったのである。 鉄道の到来により、結果的に港は閉鎖された。1914年、リュソンはバンデで3番目に電化されたコミューンとなった。給水塔のふもとに、給発電所があったためである。7世紀、セーフィリベールはリュソンの地に修道院を建てた。すでに846年にはバイキングによって荒らされており、853年に再び攻撃された。 バイキングの首領、ハスティングは、町を攻略すると略奪した。ポアティーハクが動員した、別の首領は、彼が町を立つ前に到着し、町を包囲した。ハスティングは交渉して、町を離れる際には火を放った。1317年、ローマ教皇ヨハネス22世紀の遺志によって、町は、司教座が置かれ、バポアトゥの宗教上の中心地となった。 ルイ13世の最小となる以前、フランス外交の大人物、リッシュリュース気境は、ルソン司教だった。彼は、ルソンを、フランスで最も泥だらけの司教座にふさわしいと、みなしていた。これは、ヨグノー戦争で破壊された町を再建する際に、適用された言葉である。彼は、公共料理を書くこと、死牧の訪問を組織して、教区内の司祭を育成することを気にかけていた。 デュメーヌ庭園の噴水1469年5月には、特許場において、ルイ11世はかつて、パウルス2世から授けられた書簡によって、リュソンの教会の世俗化を許可した。ナポレオン3世は聖堂に、カバイエイコールコルケ製造の非常に美しく、ロマンティックなオルガンを提供した。1995年、現代の金細工職人グージは、聖火堆積の家具を作成した。 司教座の町、リュソンは、スレート屋根の豊かな邸宅が証明しているように、長い間裕福な階級の住居があった。19世紀には一部の産業家たちが、建物に、当夜がアーゴイルといった、中世の外観を与えた。リュソンの歴史的な墓地の破壊しも、ネオゴシック趣味を反映している。司教も、イギリスのパブリックスクール様式のコレージュリ主流を、建てた。 司教座の神学校は、ウォルター・スコットにふさわしい世界を遅れて研究していた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス・カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。